うすぐゴンガガ村やで。早く行こう。お腹ペコペコ。ラッキーフードはキノコだね。ミッドガルじゃ高級品ですからね。この辺じゃ業産取れますけど。この村に何の用？なんだ？ごめん、ちょっと知り合いに似てたから。変わったご一行ね。こんなところに何の用？マコーロの調査団ではなさそうだし。マコーロの見学です。せやから見学団。なるほど。ようこそゴンガガ村へ。私は青年団長のシスネ。びっくりさせてごめんなさいね。村の警備が仕事だから。みんなは持ち場に戻って。はい、はい、丘の上からマコーロの様子が見えるわ。慰霊碑見ていてね。お気に。こっちよ。見ての通り静かな村だから面倒は起こさないね。自然が豊かでいいところよ。お客はほとんど来ないけどね。よその人を見たのは久しぶり。ありがとう。これ何？3年前ゴンガガマ航路が爆発したんですわ。原因は施設の老朽化です。点検と整備をちゃんとしていれば事故は防げたはずだけどね。死んだ怠慢か。でもこの慰霊碑は死んだが建てたの。珍しいこともあるもん。ここの復興担当者が決まりはったんでしょうね。ね。なことで罪が許されるわけじゃねえけどな。長旅で疲れたでしょ。マコーロ見学の前に一休みしていったら。ええんですか？あそこが私の家。一応客間もあるから好きに使って。んじゃんじゃ、遠慮なく。私もちょっと行ってくるね。あなたも体は大事にね。そこら辺に生えてるゴンガダケは野生だから取っちゃって平気よ。ミッドガルでは高級品でしょ。キノコ類は見分けが難しい。ゴンガだけに見えても危険な毒キノコの場合もある。
私はこの花で簡単に見分けられるが、クラウドはどうかな。どれがゴンガダケかわかるか。右だ。当たりだ。やはり本物は香りが違う。ここの土は気持ちがいい。命の力が立ち上ってくるようだ。さあ、今日は昔の話をしようね。ゴンガガ村を襲った痛ましい事故の話じゃ。ゴンガガマフォードはみんな知ってるな。青年団の仕事は大まかに森で迷うなよ。東岸寺ゴンガダケマコーロから何かの大きな声が聞こえるんだよ。これがこの村のとまたお会いしましたね。ではゴンガダケのようにまろやかに記念に一枚。ここは時間の流れが穏やかですね。都会よりも人や動物の動きがのんびりしています。この空気感を写真でも表現したいところです。ここぞという撮影スポットが見つかったらぜひとも教えてくださいね。これがこの村の特産品ゴンガダケ。生のものは初めて見るな。なんという色つや。レンズ越しに覗いているだけなのに。よっしゃ、ゴンガガサルーンで休憩しようぜ。いろいろ落ち着いたらよ、こうして畑作って暮らしていくのも悪くねえかもしんねえな。マリンと一緒に畑仕事か。なーに植えてみっかな。クロミリオンか、アカシリ。おい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 、俺に惚れ薬作れってか。そうなのか。なんだよ、気持ち悪いな。アンコールだ。頼む。あら、本当はマテリア1個欲しいんだけど、特別に歌ってあげる。よし。タタタタタタイクツーだ。ツツツツツつまんない。
卵もたくさん取れたし、届けてあげなきゃ。よく来たな。ゆっくりしてってくれ。この声は。おすすめは健康ドリンク、ジャングリーンだ。今のあなたのランクじゃ戦う気になれないわ。ではジャングリーンの一気飲み対決で本家だけ取引の値段を決めるとしましょうか。ジャングリーンで乾杯だ。飲んだら疲れも吹っ飛ぶし、あの苦さが癖になってたまらんな。おかげで口まで緑だぜ。オスカー、バント出したいのか。そこのあなた、その佇まい、凄腕のカードバウターと見ました。オスカー、よかったな。相手が見つかったぞ。この子は俊足のオスカー、自警団所属のチョコボです。オスカーは大のバウト好きで、一日に一回はバウトしないと拗ねちゃうんです。よかったら相手になってやってくれませんか。お忙しいんですね。武器職人の伊蔵さん、調子がいいらしいな。森の工房から鼻歌混じりで作業してる音が聞こえるよ。雑草よけのゴザはどこ。話でも聞きに行ってみるかな。よキノコを干すとね、いい出汁が取れるんだよ。スープに煮物に、あ、炊き込みご飯にしても美味しいの。クラウドはどれが食べたい？煮物かな。あ、ママが言ってたよ。クラウドのお母さんの煮物はとびきり美味しいって。どんな味だったか今度詳しく教えて。
だけはこの村の特産品なのよ。オラの畑、またカラスにやられちまった。いたった。星の民よ、星の声に耳を傾けるのです。ゴンガガには失われつつある豊かな実りが残っている。だが油断するなかれ、星は今悲鳴を上げている。おや、お連れさんかい。どうぞ。ん？その目はもしやソルジャーかね。え？ああ、うちの子を知らないかい。ザク、大丈夫かい。ああ、誰だって。ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや、知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらって言うしね。うん、そうですよね。もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい。何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。さあ。ミッドガルの人と聞くと、つい息子の知り合いかもと期待してしまってね。ここと違ってミッドガルは広いだろうに。また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。
人とも嬉しそうに見えたけどな。ありがとう。優しいね。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。何にも連絡もないって。そう、エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い、少し休む。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。あんたと一緒になってもう何年になるかね。長すぎて忘れちまったよ。マコーロでまた何か起きなきゃいいけど。ライフストリームを絶やしてはならぬ。今こそ生命学に触れ、学び、星を長生きする聖地コスモキャニオンを目指す時は来た。さあ、我らの力で星を救うのだ。さーて、今日も洗濯頑張るわよ。建設当時から私らはほとんど近づかんかったし、死んだの皆さんに任せていたんです。じゃあ3年前に突然魔法炉が爆発したのじゃ。
魔航路に異変があって青年団に。クラウドさん、バギーの旅はいかがでしたか？バギーの特殊強化タイヤは龍砂にも負けないワイルドなタイプのようです。これで砂漠を自由に散策できますね。というわけで今後は砂漠のレポートもよろしくお願いしますね。次はどこでクラウドさんとお会いできるのか今からワクワクしています。オスカーと対戦お願いします。Thank you.
オスカーが泣いてるところを初めて見ました。驚きです。悔しがってるみたいです。対戦ありがとうございました。オスカーが拗ねたままだと警備もままならなかったので助かりました。実はこの子今度テレビに出るんです。バウトができるワンちゃんと戦うんですけど、ゴンガガンをアピールするためにも絶対に負けられないんですよね。一緒に頑張ろうな。芋を仕分けたから。武器職人の伊蔵さん調子がいいらしいな。森の工房から鼻歌混じりで作業してる。動物たちに餌はあげないでね。おお、お兄さんがびっくりしてるだろう。いやはや騒がしくてすまんね。これはのんびり農家のザジ、今は腰を痛めて休憩中さ。そうだ、あんたよかったらバウトの相手になってくれんか。のんびり日向ぼっこもいいが、さすがにこのままじゃ眠っちまうよ。
あんた強いね。早すぎて全くついていけなかったよ。これが最新のバウトか。のんびりしている間に随分と進んだんだな。若者はそうでなくては。その調子でどんどん強くなってくれ。じっくり腰を据えるのは年を取って腰を痛めてからでいい。若いうちはがむしゃらに働くもんさ。もし疲れてのんびりしたくなったらまた遊びに来てくれ。私とバウトしたいならもっとランクを上げてきて。つまんない。なな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 。